すべ、えー、ての文化文明というのは実は死というものを意識していると人間はし唯一まあ恐らくおそらくですから唯一、えー、自分が死ぬっていうことを知っているう種であるとそれから人間は、えー、あらゆる文化文明、えー、宗教哲学を作ってきた死というものが根本にあるうそういう文化文明というもの でも僕たちはそれを普段意識できないけどもフリーレンのように何千年も生きるようなエルフという存在からそういう風前の乏しみのようにすぐ死んでしまう人間というものはどう見えているのかあるいは何代にもわたってその死,死老いと病と死ですよねを前にした人間が何代にもわたってそれをどういうふうに文化的に受け継いでいくのかみたいなそういうことが フリーレンという何千年も生きるエルフというものを主人公にしたときに浮き彫りになってくる可能性がある。僕たちは理論としてあらゆる文化というものは死という強烈な起爆剤によって成立しているっていうのはまあまあ全てそれが合理ではないにせよ特に西洋文明においてはそれはある種常識だと思うんです。一つの考える一つの基盤だと思うんだけども。 それを体験していくということがない内側から体験していくということがないこの早々のフリーレンっていうのは少なくともアニメにおいて初めてそれを体験させようとしている可能性があるみたいなね <laughs> 分かったよね分か,分からないような話ですけどもでも違う視点が出てきてそれをうまく昇華してきている正直初めの8作目ぐらいまではつまらなくて もう見るのやめようかなと思ったんです十 10, 10話ぐらいから、えー、結構面白くなってあこのアニメの人気の秘密がちょっと分かったような気がしてまあそれでそんな話をしましたね。で僕そこでまあちょっと言い損じたんですけど、えー、絶対外れる僕の予測は、えー、フリーレンは最後にエルフの死に立ち会うんじゃないか 例えば4,000年生きたエルフのだって死にますよねその死にまあ中盤ぐらいかなに立ち会うでもそれは非常に作家としては難しいですよね4,000年生きた人間がどう死ぬのかっていう描写って難しいそれで自分自身のエルフとしての死というものあるいはその何十分の一1 0 0分の一ぐらいで死んでしまう 人間の死と数千年生きるエルフの死とおそらくそこで4千年5千年生きたエルフはでもあっという間だったというようなことを言うんじゃないかなという気がするんですね。4千年であったって5千年であったって100年であったって50年であったって10年であったってある意味永遠からすれば無ですよね。 えー、同じなんですね。そういうことをどれだけリアルにリアルに感情移入して描けるか、そんなこともうこの物語を見ている僕にとっては勝手な期待としてあるなというような気が出しました。ちょっと長くなりました。なこしやすぐみ T.V. シークレットとよろしくお願いします。 僕が死ぬか番組が終わるかみたいなこんな感じの曲を実はやりたいなと。